見てみろよカグヤ、またいろいろと流れついてきてるぜ。次元転移装置、毎度のことながら安定してないな。なんかおかしいです、ハーケンさん。この装置から霊力に近い不思議な力を感じます。不思議なパワー、俺は何も感じないが、どういうことだ。全く異質な力が流れ込んできてるんです。もしかしたらこの装置は今まさに異邦の地、別の世界とつながっている。その可能性が高いと思います。極めて近く、限りなく遠い世界と接する場所。俺たちのエンドレスフロンティアはそういう世界さ。何が起きてもおかしくない。ということは、また大冒険の予感がすること極まりないですね。オーケー、冒険プリンセス、無邪気なもんだ。とりあえず調べてみようぜ。邪魔な瓦礫は掃除がてら壊しちまおう。はい、お掃除とかは苦手ですけど頑張りますね。装置が動いている。またよその世界から何か送られてくるんでしょうか。ここは戦艦。俺は一体。ようエトランゼ、この世界の住人じゃなさそうだが、どこの誰だい。この世界、お前たちこそ何者だ。はじめまして、私南部かぐやと言います。お名前を聞いてもいいですか。おっと、さすがプリンセス。そうだな、こっちから名乗るのが礼儀か。俺はハーケンブローニン、エンドレスフロンティアへようこそってな。南部、そしてブローニン、何かの偶然か。そしてエンドレスフロンティアだと。俺はゼンガー、ゼンガー・ゾンボルト、万能戦闘母艦黒金のクルー、そして大ゼンガーの専属パイロットだ。大ゼンガー、なんだかすごく強そうですけど。オーケー、ミスターサムライ、詳しく話を聞いた方が良さそうだ。前例もあるんでな、これな。
お辰にお目にかかる異世界の住人たちよ。私はジェダ・ドーマ、ドーマ家の当主を務めている者だ。ふん、ここは何という世界か聞かせてもらって構わないかね。見目麗しくも知性なき肉体を持て余す淑女よ。なんか丁寧にすごくひどいことを言われてるんですけど。オッケー、出現ジェントルマン。だがこいつは、この木、人あらざるものか。ハケン、カゲラ、油断するな。危険な相手だ。感性のリビドンが質的崩壊によりパライソに達する。私が望むのは価値ある魂なのだよ。もはや問答無用。我はゼンガー・ゾンボルト、悪を断つ剣なり。いつだって三冠刀は悪を断つために輝くんです。なるようになるか。成り行きに任せるさ。